フェルナン・ゴンサレスの石棺。コバルビアス・フェルナン・ゴンサレスは、カスティーリャ博及びアラバ博。武勲史に登場する人物として知られている。彼は、イベリア半島において様々な伝説に彩られた人物であり、レオン王国の創始権を認めながら半ば、独立国家としてカスティーリャを治め、後独立王国となるカスティーリアの基礎を築いた家系の始祖である。 930年、フェルナンの名は、レオン王国東部の行政組織内における、伯爵として現れる。ブルゴス伯及び、カスティーリャ伯であったゴンサロ・フェルナンですと、妻・ムニアドナの子として生まれた。彼は、ララの城で育った。父ゴンサロは、分断されたカスティーリア・ラビエ派の再統合を始めていた。初代カスティーリャ伯、ロドリーゴ時代には、 レオン王国内における一つのカウンティであったが、彼の子、ディエゴの死後分割されていたのである。899年頃、ゴンサロは、ブルゴス博に任命された。そして909年、ムニオヌニエス・デ・カストロ・ヘリスの死によって、カスティーリャ博となった。915年のゴンサロの死後は、カスティーリャ博位は、ゴンサロの弟たちが継承し、931年に、フェルナンが、 カスティーリャ博となった。同年、アラバ博であったアルバロエラメィスが死ぬと、フェルナンがアラバ博を継承し、ロドリーゴ時代の領土を回復した。フェルナンはアルバロの未亡人であったパンプローナ王女サンチャと結婚した。サンチャとの結婚は、フェルナンにとってカスティーリャ統一のみならず、半島北部のキリスト教国家の政治同盟を強化することにもなった。フェルナンは、 自らの知性下で、ブルゴス、アストリアス、サンティリアーナ、ランタロン、アラバ、カスティーリャ、ラララのカウンティーで構成される強力な軍事力を集めた。彼の軍事力は939年のシマンカスの戦い、その後のセプルヘダの戦いで有名になった。セプルヘダの戦いでは彼はムーア人から領土を奪い取り、キリスト教徒の再植民を行った。 彼が力を増すにつれ、レオン王国からの独立性も同様に増した。ムーア人に対して、レオン王ラミロ二世と共に戦い、シマンカスの戦いで、ムーア人が退却した後、辺境地帯にレオン軍を駐留させる、ラミロ二世に不満を持ったフェルナンは反乱を起こした。944年、彼はカスティーリャ博の称号を剥奪された。ラミロ二世は自身の子。 三朝、カスティーリャク都市、重心アンするフェルナンデスを摂政に置いた。フェルナンはラミロ二世に敗れ、三年間投獄された。彼はラミロ二世と和解して釈放され、王の四継であるオルドーニョ王子と娘、ウラ賀を結婚させた。951年のラミロ二世の死は、レオン王国の王家の危機を招き、フェルナンにとって有利に働いた。最初、 フェルナンは、サンチョ王子がイボテオルドーニョに対して行った、要求を指示した。サンチョが敗れると、フェルナンは、オルドーニョ三世を王と認めるよう強制された。オルドーニョ三世の休止で、かつての同盟者、サンチョ王子が、サンチョ一世として即位することとなり、フェルナンの影響力が回復した。しかしフェルナンは、サンチョ一世と手を結ばず、代わって、今度は、 オルドーニョ王子と同盟した。959年、フェルナンの悲惨茶が死んだ。960年に、サンチョ一世に代わって、ナバーラへ侵攻して敗れた。彼はナバーラを治めるパンプローナ王がルシアに、囚われたが、様々な領土の活動を行い、オルドーニョ四世の支援を受けて釈放された。964年、フェルナンは、最初の妻サンチャの命にあたるパンプローナ王女。 ウラカと再婚し、ラバーラとの新たな同盟を固めた。同時期に、フェルナンの娘で同盟のウラカは、オルドーニョ四世と離婚し、ガルシア王の四次であるサンチョ王子と再婚した。レオン王国は弱体化し、フェルナンは徐々にカスティーリャ博としての自治権を固めていった。フェルナンが死ぬと、ガルシア・フェルナンですが、カスティーリャ博となり、二度目の日であった。 ウラカ王女はナバーラへ帰国した。フェルナンはサンペドロであるランサ修道院に埋葬された。彼の生涯とその偉業は、指名不詳の人物が1250年から1271年の間に記したフェルナン・ゴンサレスの歌に記録されている。作中、フェルナンは全量白と呼ばれている。この作品は15世紀以来の不完全な状態の副写として保存されている。 1841年、フェルナン・ゴンサレスとその妻・サンチャ、デ・パンプローナの亡きは、サンコスメ遺産、ダミアンデ・コバルビアス三次会協会に移され、再埋葬された。パンプローナをサンチョ一世の娘・サンチャとの間に七、死の名が伝えられているが、以下の二人が知られる。ありがとうございます。